映画、ユアンヤン歌合戦における、ハットリトミコ。右は、定築の同僚ディックミネハットリトミコは、昭和期の歌手。作曲家、ハットリの妹。ハットリは老い、ハットリはまた名。宝塚歌劇団21期生で、宝塚歌劇団在団中の芸名は、水間文子。大阪市出身。宝塚歌劇団に所属していたが、歌手に転向。 1938年定築レコードからデビュー。同年、満州娘が大ヒットする。この曲は満州で生活をしていた作詞家、石松明治が作詞した。他のヒット曲には、番工花の咲く頃、北京娘、父さん星、講和更新曲、小鳥娘、僕は特急の機関誌で、などのヒット曲がある。女優としても活躍し、日活映画、 ユアンヤン歌合戦、東方映画、シナの夜、孫悟空などにも出演した。戦後は、スナックを経営する。晩年は、茨城県小賀市で暮らした。昭和40年代には、テレビ東京系の歌謡番組、懐かしの歌声にも出演し、往年の歌声を披露した。1981年5月17日、観光編で死去した。去年64。 葬式の際の母子は実刑である、服部良一が務めた。築地本願寺和田堀病所に兄と共に眠っている。ありがとうございます。